信濃の山河を制作いたしました松林節夫です。この作品についてなんだけど、この作品はいつも家の周りから見ている風景、近所の風景をこう表してみたんだよね。で、よくアルプスの方は絵を描きにスケッチやなんかに行くんだけどね。それで行くといつもその季節によってその空気感が違うんだね。その空気と、風も違ったり、それを感覚をこう自分の中に溜めながら溜め込んでて、それを絵にしていくんだよね。それでいい時はその空気感とか季節の感じをうまく受け取れた時はいい絵が描ける。この山とかアルプスはいつ見てもこうまっすぐに屏風みたいに見えるんだけど、本来は円錐形の茶碗を反対にしたの形に重なってるってことが分かるんだよね。それをなるべく組子に出せるように、この稜線をの使い方とか、この色の組み分け方で少し立体感を出すようにしてるんだよね。このアルプスの表現なんだけども、ここのアルプスからこの中央に向かってだんだん遠くに行くような感じにするんだよね。それともう一つ、そのアルプスのこの裾野の方に一つのポイントを置いて、そこからこの平地、平らなところを少し空気感を出す、要するに抜いた感じにして表していきます。で、色はこの黒と、それとここら辺の茶色みがかった黒、それからこの黒の赤っぽい黒と、これみんな同じ形なんだけども、色の組み合わせでこれを変えてるんだよね、雰囲気を。黒の中にもここにある色の濃さと、それとここら辺の濃さと、この違いを使い分けて、いろんな黒を表現してるんです。周りが黒で中が茶色、こちらは逆に周りが茶色に少し柔らかめの黒を入れてあるんだけど、綺麗な色、それから綺麗な色と違った色をこう組み合わせながら、なんだ風景を作っていきます。長い間油を描いているんですけども、色と色の組み合わせね、組み合わせによっては綺麗な色に見えるし、そういうことも組子の色の組み合わせっていうのは、絵と同じように感覚で入れてます。